長万部からは一気に函館行き、一気にといっても相当時間がまだかかりますが、意外と長万部から先へ行くお客さんはいなかったようで、これから先かなり気楽な旅になりそうです。長万部を出発して一駅お隣4キロほど中野沢という駅に着きます。この駅の目の前には1500円で泊まれるライダーハウスがあります。今日は使いませんが、あの一般のね、あの部屋、家をなんかそのまま相部屋で使うみたいな感覚で結構過ごしやすいですよ。私のような旅行をされる方にはぜひ覚えておいていただきたい場所です。さっきからあまりちゃんとは言ってきませんでしたけれど、噴火湾という海の脇を通っています。独特の弓なりの形をした噴火湾、北海道の天然の海の恵みをもたらしてくれるありがたい海ですが、まあ、一方でこの形が支点と終点を一直線で結べばわずか40キロそれぐらいの距離のところを100キロだかそれぐらいのですね、相当の長距離に伸ばされてしまうという陸上交通の阻害になっているのも確かです。向こう側に駒ヶ岳が霞んで見えるのが分かりますでしょうか。雄大な眺め、今日は残念ながら少し湿度が高いからか曇っています。曇ってるというかガスっていますが、でも見えますね。あの麓、町が並んでいるあそこがいかめしで有名な森町です。この列車も森駅で少々停車することになっています。まもなく森ではホーム側すべてのドアが開きます。森駅でも反対列車は待ち合わせのためしばらく停車時間があります。名物のイカ飯を食べられるかな。実はですね、本日困窮を極めておりまして、今日の予算も5000円なわけですが、赤字になる見通しがすでに立っています。今日青森に渡るにあたりまして津軽海峡フェリーを使うんですが、それが2880円学割でもこの値段します。そうするとそれが効いてきてですね、もう他のところ節々にまで影響が出まして、こんなちょっとしか買ってないんですよ。今日お茶とホッキ貝、太巻き、水、400円500円ぐらいしか使ってないんですけど、それで朝ごはんとか700円ぐらいか、もうね、あの171円の赤字なもんで、もうお腹もペコペコなんですが、名物のイカ飯を食べることはできません。駅の中に入っている売店、そこでいつもイカ飯を買っていたんですけれども、ついに JR 北海道の赤字から閉店してしまいました。で、ここにですね、柴田商店っていうのがあるんですが、あのここで多分売ってるはずです。東京でも売っている大変人気の駅弁、私も何度も何度も食べています。最近はね、イカ飯、イカがちょっと小ぶりのものになっていて、その代わりに、3個入りとかそういう風に、ね、変更されたりとかしているようです。まあいいですね、あのそんなに、ね、数としては不利にはなりません。森のイカ飯、このようにホームで売っている光景が見られます。現在でも売っています。夏の再繁忙期になると、まあ、今の時期なんかね、ちょうどやってるんじゃないかなって思うんですけど、あの列車が到着するのに合わせて中学生ぐらいの子がね、手伝い感覚でなんかあのよく売らされてるのを見ます。いや、なんか下手に中学生とか言うと、もしかしたら浪費法に引っかかるとか、なんかそういうのあるかもしれないんで、あの私がそう見えるってだけですからね、別にそうだとは言ってませんので、よろしくお願いします。また森駅は駅にピザ屋が入居していることでも有名で、私もその印象が強かったんですが、それもやめてしまったんだな。もうあのお腹が減ったんですけども、函館でパーティーやることにしましたんで、今日はそこまで我慢。旅を始めてもうすでに困窮を極めているので、そのために急遽、本当は8月6日から投稿開始の予定でしたが、8月4日に投稿開始を前倒ししようと思い、プレミア公開の設定をしました。18時にこの動画が再生され始めます。そしたらば、まあみんなもうね、すでにこれでこう待っててくれてて、あのなんか申し訳どすっぽかすとか、デートすっぽかすとか、なんかいろいろとあのお葬式すっぽかした人とかもですね、いるらしいのですが、この動画が明日例えば、5万回再生されてくれれば、明日の予算は7000円、そしたら駅弁1つぐらいは食べることができるようになるでしょうし、もし意外と2万ぐらいしか再生されてなかったらば悲惨です。本当はね、6日からにする予定だったもう1個理由がありまして、今日は日曜日、動画がたくさん再生される日です。それを逃してしまったらちょっとこの先やっぱり予算繰りに厳しいので、ここで前倒し投稿をすることにしたわけです。さっき言ったね、噴火湾、これですけど、さっき室蘭、東室蘭、ここからですね、あの列車を降りてずっとこっち長万部方向に乗り換えたんですが、こう回ってきてね、で今、森からルートが2つに分かれるんですけれど、今こっち側を進んでるんですよ。だからまあこの辺なんですけど、こっからここまでだと20キロ30キロはないぐらいの短い距離なんですが、それをこうやって回ってるわけです。
この間船を通したらいいんじゃないか、ね、思わなくもないんですけど、うん、まあ、そういうことは、ね、特にやってないみたい。ただこの苫小牧から、このように各方面へ船が数多く出ていて、やっぱりなんとかしてこの非効率な状態を抜けようと、まあ、みんなも考えていることはよくわかります。駒ヶ岳はとても面白い山で、見る方向によって全く姿が異なります。雄島富士と呼ばれていて、もともとは富士山のような形をしていたんですが、爆発により上の方が吹き飛んで、あのような2つの頭になりました。右手に見えるのは大沼公園です。普段はね見えないんですけれども、というか実際見えてないんですが、ただ太陽がうまく夕日反射してますので、水面を感じることができています。今大沼駅を過ぎました。もう見てください、さっきとはね全く駒ヶ岳の形が違います。今から最後、本日で北海道を一旦離れるわけですが、北海道の別れにふさわしい最後のそれらしい景色をご覧に入れたいと思います。こちらが小沼、大沼公園。大沼というのもさっき見えましたけれど、列車から見えるので一番美しい函館本線からの湖はこちらです。ちょうど本日はよく晴れていて、これ天気がね悪いと見えないこともあるんですが、まだ若干夕日の、残りがと言いましょうか、それが残っております。今日は朝、札幌から長い移動になりました。南千歳を10時に立って、もうそろそろ7時です。日が長いからこのようにやってくれるわけですが、それも北の緯度の高いところだからっていうのもありますよね。何にせよ涼しく日は長く、夏には本当に適する素晴らしい北の大地、しかも安く旅行することもでき、貧乏旅行をする場所としては最も北海道が適切だといつも思っています。北海道の南の玄関、函館に到着です。今時刻は19時25分。長かったですが、まあ、そんなには疲れませんでした。お客さんも意外と乗ってなくてね。函館駅のホームはこのように急なカーブを描いているのが特徴です。これは昔港から列車を船に乗せてそのまま積み込んでいたことの名残です。現在は青函トンネルが開業しましたから、そういったことはやっていません。ただ昔は青春18切符などで青函連絡船にお金を払わずに乗れたんですが、現在青函トンネルは新幹線しか通っておりませんので、青春18切符を使って通り抜けるにはかなりの手間、もしくはお金がかかります。ですから函館からは青函航路、津軽海峡フェリーというのに乗りまして、それで明日の朝青森に到着をするように行くというわけです。でも今日の深夜に出てですね、青森まで3時間40分ぐらいかかるわけですね。でも逆に言うとそれしかね寝る時間はありません。津軽海峡フェリーの待合所はなんかゆったり休めるところらしいんで、私も津軽海峡フェリー乗ったことないんですけど、それはまたちょっと行ってなんとかなるのかなと思いますが、まあ、あまり期待をしないことにします。そうすると函館といえばこの夜景が有名なわけです。でこれに登るためのロープウェア往復1700円ぐらいしますので、絶対無理です。で私は前に歩いて登ったことがあり、照明さえちゃんと確保できれば登れることも分かっています。しかしちょっと今日はやめておきたいな、青函フェリーでねまたこれからめちゃくちゃ疲れますので、そういうことの前に登山というのは暗い山の中控えておきたいものです。新幹線が開業しましたが、函館は飛行機も便利なところです。この函館空港に今ちょうど全日空の飛行機が降りてきたようですけど、空港もすぐ近くにあるんですよ。函館駅からまっすぐ見上げた先にあるあれが函館山、上にあるところがですね、ロープウェイとかも通っての見えますね、展望場なんですが、あそこまで1時間ぐらいあれば歩いても行けると思います。さていよいよ明日から予算は変動制になります。今このリアルタイムってやつを表示しようとしているところなんですが、投稿した当日ぐらいはね動画の集計の関係で、再生数リアルタイムに出ない、だから出したその日にご覧いただいている方は今のその数字よりももっと再生数実際には多いんですけど、どのぐらいかな、今見ると18000回、1時間半で18000回か。まあ、明日は今日よりは多分予算は多くなるだろうけど、でもものすごく多くなるってこともなさそうだな。明日1日いきなり1万円使いますみたいな、そういうレベルになったらありがたいなと思ったんですけど、そんなことは、ね、なさそうです。お腹もペコペコ。本当にやらせとか一切してないですから、やらせっていうか実は裏でめっちゃうまいもの食べまくってるとかね、歩いてるように見せかけてタクシーに乗ってるとかそんなことしてませんからこちら青函連絡船マシューマル、昔はこの後ろについている蓋、これ蓋なんですけど、これがバーッと開けてこの中に列車を積み込み青森へ持って行っていました。
いやかっこいいですけども、船を見ても腹は膨れません。もう今日食べたもの、実はね食べ物がなさすぎてか、まあ食べるの忘れてたのもあるんですけど、昨日なよろ、一昨日かなよろで買った餅ね、昨日までが消費期限だったのに忘れて今日の朝食べちゃったんです。まあ全然問題ないですけど、それとあとは朝唐揚げみたいなの食べて、48円のおにぎり食べて、それからあと何食べた、あと300円の寿司か。あ、まあまあいっぱい食べてるけど、でもこれ本来だったら1回分の食事ぐらいの量ですからね、普段の私だと。食費は削るなとかよく言われるんですけど、でもねやっぱりどうしてもね一番削りやすいのそこに削っちゃいます。で、でも函館ではパーッとやると、さっき言いましたが、焼き鳥パーティーです。私は函館の長谷川スターの焼き鳥が大好きで、毎度視聴者の皆さんも紹介してると思うんですが、そこで買いまくっていっぱいご飯と一緒に食べようと思います。まあでもご飯でかさ増しするんですけどね。ちなみにこの船の真横の駐車場ですけれども、関係者が立ち入り、まあこれはね大丈夫、この内側に入っちゃいけないってだけで、ここは大丈夫ですけどね。JR 北海道資産管理センター立ち入り禁止と書いてあります。なぜここが JR 北海道の資産管理センター、変なところが持ってるのか。ここももともとは全部線路が敷いてあったのです。今はこのような、遊休地となっています。今回の北海道編を全部見ていただいて分かったと思うんですけど、北海道ってのはね昔は鉄道中心にかなり元気だったんですが、まあ今では割とこのような、もう昔華やかだったけれども使っていない土地みたいなのがね、多くなりがちなところなのです。今行かんとしているコンビニ長谷川ストアは、焼き鳥が美味しい、店内で焼き鳥焼いている函館独自のコンビニストアとして有名なんですが、函館駅の近くにはねないんです。前あったんですけどなくなっちゃったりして、でしょうがないんで歩くわけですが、まあ、どうせ歩くのであればベイエリア店というところをお勧めします。歩いて30分ほどかかりますが、途中にはこの函館赤レンガ倉庫を通るのです。元はといえば戊辰戦争、榎本武揚など旧幕府軍一行が洋服を着た明治政府にやられていくのを見て、そしてあ、もうあんだけボロ負けするぐらいだから外国のものはいいに違いない、洋物を今度から取り扱おうと、ここで洋物を始めたのが一番最初ここに倉庫軍が立ったきっかけだということで、もともとここはねさっき調べたら外国人墓地、外国人居留地か、そういうものがあった土地だそうですね。明治時代に建てられた倉庫群です。戊辰戦争、新選組ね、そういうグッズもたくさん売っております。織田信長は関係ないと思うんですけどね。全国ご当地バーガー日本一になりましたとここに書いてあります。それ知りませんでしたが、ラッキーピエロマリーナス末広店、ここもねなんか衝撃的なドン・キホーテ的な、外観ですけれども、中はちゃんと落ち着いていて、名物のチャイニーズチキンバーガーが人気です。函館特有のハンバーガー屋さん本当に美味しいので、ぜひ皆さんも行くべきです。今日は予算の関係で行くことはできません。また函館の名物塩ラーメンもあります。北海道産の昆布などで取ったあっさりとした塩ラーメン、出汁が結構美味しいという話ですけど、まあ私もあんまりそこら辺の味覚卓越してないけど美味しいと思いますよ。で着きました。またラッキーピエロすぐ近くにあるんですけどね、右側ラッキーピエロで左側が長谷川ストア。車がいっぱいいるな。しかも道外ナンバーが多いみたいだから、みんなも焼き鳥を注文してるんでしょう。注文してから大体の場合焼き上がりますので、そうすると待ち時間も長くなりそうです。でも待つ価値はあります。注文を済ませて今待っているところ、案の定時間がかかるようですが、それは当然です。焼き鳥を焼いているのは豚。この上りも見ると写真は豚肉です。北海道特に道南で焼き鳥というと豚肉が当たり前のように出てきます。なんでも寒いところで豚の方が育てやすかったとか、豚肉の方が安かったとか、なんかそういう理由があるらしいんですが、そういうわけでここでも豚精肉、焼き鳥のメニューの一番上に載ってる、それが一番スタンダードなものです。これご注文書ですね。こういうのですね、こう先に注文書を書いて渡して会計を済ませた後これをもらって、最後に引き換えるという方式。この焼き鳥弁当という形でですね、ご飯の上に海苔が敷いて焼き鳥が2つ3つ乗っている、これが通常のスタイルなんですが、どうも容器代および海苔代がかかっているようでして、焼き鳥弁当と同じ量のご飯、それから同じ内容の焼き鳥をバラで買うと確かに50円安くなります。だから毎回私はそういう買い方をしてまして、今までに一度も焼き鳥弁当を買ったことはありません。ただ弁当の容器が特殊な風に細工されてまして、そのまま串を引っ張ると焼き鳥がそのまま外れるということらしいんですが、そうだったかな、あれ毎回食べたことありましたね、焼き鳥弁当、そう言われてみれば。で買ってきました。ちょっと暗いですけどね、コンビニながらだと撮影に難があるので。美味しそうですね。焼き鳥5本も買っちゃいました。ご飯、全部合わせて740円、結構な値段ですが、まあ、それでもね今日船に乗らなければ赤字にはならなかったんですよ。ちょっと船が高いんだよな。本物の焼き鳥弁当を買うと、まあ、もうちょっとご飯小さいですけれども、それにこんな風にですね焼き鳥の串が3本ほど乗って出てきます。これだって美味しそうだな。
せっかくなんでランプで照らしてみましたけど、一層美味しそうに感じます。絶対美味しいんですけどね、早く冷めちゃうんでね、早く食べますけど、焼くにあたって函館ワインを吹きつけて焼いてるそうです。また、塩味にしました。色じゃないや、味は4種類から選べるんですが、塩が、ね、一番いいと思います。隠し味でニンニクと混ぜた塩を振りかけて焼いているんだそうです。せっかくなんで自分で照明つけるのなんかバカバカしいですけど、美味しそうに食べてるとこ見てもらえますかね。これが焼き鳥の豚精肉というやつ、90円だったかな。これがまあまあこれがって見りゃ分かるか、うん、美味しい、幸せになる味です。最近全然野菜を食べてないな、正直ね。ここまで自分の財布の中身のことを考えてずっと旅行するなんて、もうそんなの久しぶりですけど、ご飯を大量に入れてそれでお腹を膨らませるなんてことも本当に久々にやりましたけど、でも意外とね、普通に板についてる気がするんですよね。演技でやってんだろうとか思うかもしれませんけど、そんなことね、まあなんか本来はそういう性質のものなのかもしれないけど、でも割と自分でも本当にはまり込んでいます。こういうのは一番面白いよ。まあ函館に来た時は JR の敷島で来ましたけどね、カゴの鳥みたいだった。それが好きな人ももちろんいるとは分かってますよね。しかし最高だ。ここまでお腹減ってる時に食べるね、長谷川スターの焼き鳥弁当ほど美味しいものはないですよ。一日我慢した甲斐があった。炭の香りもいいね。もともと好きだったけど、なんか一段と好きになりましたよ、これが。食べるのに一生懸命で解説するの忘れてましたけど、これがですね、鶏肉の方です。鶏肉もちゃんと売ってますよ。豚肉しかないわけではありません。鶏の皮と鶏のもも、ネギが挟まっています。それぞれ100円、基本100円か90円です。本当はご飯に対して焼き鳥が足らぬことのないようにと思ってですね、大量の焼き鳥を購入したつもりだったんですが、やっぱり100円けちりたくなって結局1本ね、やめてしまいました。だから、まあ、豚、これがカルビですけれど、でちょっとこのご飯は少し多いような気がします。紅生姜が入ってるんですね。これで全部食べられるでしょう。正直久々に紅生姜でご飯を食べるということをしましたが、でも十分美味しいです。いや、むしろ紅生姜があるおかげで焼き鳥ずっと食べても味が単調にならなくて、ね、変化がついていいかもしれません。美味しかったですけど、お腹いっぱいになりました。でも最後まで美味しく食べられました。お腹いっぱいなのに美味しく食べられるっていうのは本当に美味しいものだと思います。今日うるさいですかね。自分で出した動画見てるんですけど、これよくできてますよくできてますね。なかなか最初の方で、あ、よくできてますねみたいな、こういう言い方のやつが多かったような気がして、語尾に根をつけるのちょっとやめようかなと今考えているところですが、ね、これ割り箸を捨てようと思ったんですけど、この辺に爪楊枝ありましたんで、あれですね、これ糸楊枝もただじゃないですから、ちょっと取っといて今日の夜の歯の掃除はこれを使おうかと思います。まあ、本当は糸楊枝の方が性能はいいはずですけど。お腹空かせるためにしばらくベンチに座って YouTube 見てたんですけど、私の動画めちゃくちゃ面白くないですか。自分で見せて面白くてずっと見ちゃいましたよなかなかこういうことないと思うんですが、今までと比べても相当総力を上げるレベルで手をかけて作ってますんで、視聴者の皆さんも本当にね、これは割のいい動画だと思うんですよね。視聴者の皆さん的にもいつも適当なね、10分とか15分とかで作った動画じゃないですからね。この動画作るために新しいパソコンも買いまして、それでバッテリー の持ちとかもね、よくしてね、そこにまで投資してきたのです。しかしその自慢のパソコンは充電が切れかけています。スターバックスコーヒー、ここで1時間40分ほど滞在ができるはずです。なるべく時間ギリギリまで充電をします。今日の夜は船ですからね、充電も一応あるらしいんですけど、できるかどうかは分かりませんから。